TJM 4.0 ポッドキャストを聞いてくれているニッチーズニュースジャンキーの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。 Twitter ユーザーのですね、少年さんという方からこんなリクエストをいただきました。ちょっと読ませていただきます。要望なのですが、ポッドキャスト用に入れているオープニング前とエンディング後の音声に裏話や世間話でも入れていただけたらなと思います。あれも大好きなので。ということで、まずは世間話、勝手に話し合います。最近ですね、嬉しい話があるんですよ。僕お酒大好きなんですけど、なんとですね、最近ですね、僕の嫁もですね、ちょっとずつ、嫁はですね、お酒飲めないんです。飲めなかったんです。まあ、ほんと、正確に言うと飲めるらしいんですけど、たくさん酔っ払う、あんまり酔っ払うのが好きじゃないっていうので、お酒を飲まなかったんですけど、なんと、最近ですね、お酒を飲んで酔っ払うのがいいっていうことに気づき出して、家でもそうなんですけど、飲めるときはね、最近なんか、梅酒もパックで買ってきて、あと、昨日ですね、ちょうど昨日、今日ね、火曜日なんですけど、月曜日、昨日もですね、僕仕事終わりに、実は二人で飲みに行ったっていう。で、その時、普段まあよく飲みに行くんですけど、まあ僕だけ飲んでて、嫁は飯を食うだけっていう状態が続いていたんですけど、嫁はその時もお酒を飲んでいたので、やっぱね、いいですよ。夫婦でお酒が飲めるっていうのは。僕のですね、父親も、ごめんなさい、母親もですね、母親も昔お酒飲めなかったんですけど、父親とちょっと、晩酌したいかなんかわかんないですけど、最近ですね、でもたくさん量は飲めないんで、本当にまあビールね、小さいグラスにちょっとつぐとか、梅酒をちょっと飲むとかっていうのを、やっぱりお互いお互いというか、母親もやっぱりやるようになってて、で、なんかこう、やっぱりそれを見てる、僕もその息子ながらにして、その光景を見ると、なんかこう、心がちょっと温まるというか、なんで、そういうのが、実際嫁もやってくれたっていうのが、すごい嬉しいなっていう、そんな、世間話でございました。どうでしょう、皆さん、こういう世間話好きだったら、全然このポッドキャスト専用になっちゃうんですけど、冒頭で話しますよ。意外とですね、僕実はあれなんですよ。正直言うと、あまりね、自分の話をするのが好きじゃないんですよ。ちょっと矛盾してるかもしれないんですけど、なんでかっていうと、TJM もそうなんですけど、基本的に俺の話を聞けって、まあ言うよりは、どちらかというとそのニュースの話をした上で自分の意見を言うっていうか、何か一つやっぱりこうフィルターをかませているんですよ、僕って。何かやるときって絶対に、だから意外とその実はね、本当のことを言うと自分の話をするっていうのが結構苦手なんですよ。だから苦手というか、別にいや嫌いとかっていうわけじゃないんですけど、ちょっと恥ずかしいんですよ、正直言うと。ここだけの話なんで、もしですね、こういうどうでもいいというか、僕の世間話聞きたかったら、ちょっとですね、教えてください。また、こういうのを続けてくださいとかっていうのをですね、Facebook でも Twitter でも大丈夫なんで、今回の世間話の感想を聞かせてください。では、すいません。長くなりましたが、今週の TJM 4.0 ポッドキャストのスタートです。チーズの皆さん、こんばんは。 TJM 4.0 でございます。ニュースジャンキーの皆さんもいますね、ここには。いやいやいや、 TJM 4.0 今週もやっていきたいんですけど、今週はですね、17時からやってるんですよ。8時じゃ、20時ではなくて、 JST のジャパンスタンダードタイムの、ですね、20時じゃなくて、今回ちょっと早めの、17時になっているんですけれども、いやー、ちょっと早速ね、いろいろ話していきたいんですよ。今週もね、いろいろありましたよね。まずは天気予報の話からしていきましょう。梅雨入りね、梅雨本番になりました。今日もですね、東京はちょっと天気が悪くて、さっきですねコメントいただいたんですけど、江戸川区ではですね雨降ってるみたいなんですよ。で、僕住んでるところは曇りなんですけど、今日の天気はね、なんで場所によっては曇ってて雨が降るところもあって、ただすごい、沖縄はですね32度、札幌は21度。20日来ましょう、20日。明日の天気もですね、場所によって全然違いますね。札幌は曇りから雨、北海道ですね、北海道は大体そのぐらいので、東北も同じですね。で、新潟だけですね、雨のち晴れなんで、傘ね持ってった方がいいですね。金沢、北陸地方は晴れですね、天気良さそうです。東京はまた微妙ですね、曇りのち雨なんで、多分今日みたいな感じの天気じゃないですか。で、九州、大阪、関西も似た感じですね。新潟とかあっちの方と、晴れのち雨。名古屋はですね、大阪が晴れのち雨で、名古屋は雨のち晴れですって。
で九州は、雨のち曇り、なんかちょっと場所によって全然違いますね。沖縄は晴れ沖縄強しですね。次の日、21日の火曜日はですね、これもですね場所によって全然違いますね。ざっくり言うと北海道は、北海道も曇りですね。ただ釧路ちょっと後半雨になるかも。東北、関東、北陸、近畿ぐらいまでかなは、曇りのち晴れで、中国、九州、四国は、雨のち曇り、沖縄晴れです。沖縄パナイですね。沖縄まだ強いですよ、まだまだ強いですよ。22日の水曜日いきましょう。北海道は曇り、東北も曇りです。関東、北陸、近畿、東海がですね、曇りのち雨です。中国、四国、九州が曇りです。沖縄は晴れです。沖縄強いですね23日の木曜日いきましょう。全国的に、天気めちゃ悪いです ね。北海道、曇りのち雨、てかもう東北、関東、北陸、近畿、東海、中国、四国、九州は大全部、曇りのち雨です。鹿児島だけ曇りのち晴れですけど、沖縄晴れ、沖縄晴れ、沖縄残りますね。沖縄すいません、あの大体の天気予報なんで、もうあの大体でいいから、すいません、大体でいいんです。あまり真に受けず参考にしてみてください。でですね、24日の金曜日いきましょう。花金はですね、お、なんだ、ワイヤレス接続が弱いため、あ、焦った、一瞬ですね、今ワイヤレス接続が弱いためこの番組が終了になりそうになりました。焦りましたね今。お、脇汗今すげえ出てます。24日の木曜日、花金はですね、うわやばいですね。北海道は曇りのち晴れ、釧路曇りで、あと残りの、東北とか東北から九州にかけては曇りのち雨です。関東、東京だけね曇りなんですけど、他全国的に天気悪いです。沖縄晴れ、沖縄残りますね土曜日も同じ感じですね。金曜日と同じ感じです。同じ感じで沖縄晴れ、沖縄、あ、そう、一瞬途切れちゃいました、すいません。なんか多分僕の方の、ネットなのかな、まあでもちょっと問題があるかもしれないんですけど、来週の日曜日はですね、これまた難しいな、これすごいですね、この天気予報って難しいですね。北海道はですね曇りのち、晴れで、釧路曇りで、北陸地方が曇りのち雨、近畿曇りのち雨で、東北、関東、東海、四国、中国、九州は曇りです。で鹿児島はですね曇りのち雨、沖縄は相変わらず、沖縄はもうあれですね、もう微動だにしないですね。沖縄は晴れです。なんで、あのこれ見てくださってる人で沖縄住んでる人はもう、あの最初のこの5分間とかもう本当にもうシカトしてください。なんで天気めっちゃいいです、沖縄の方は。沖縄の方すん、あのちょっともしこれ聞いてたらすごい嬉しいんですけど、あのちょっと嬉しいですね。そしてなんかコメントしていただけたら、沖縄住んでいますよとかっていうのが知れたらいいですけど。ただね、もう気温で言うともう暑くなりましたよね。あの土曜日でしたっけ、東京土曜日、確か土曜日なんですけど、あ、金曜か土曜かな、まあ、どっちもいいや、あの35度いったんですよ。暑いっすね、もう暑いっすよ。思うんですけど、もうあのアパレルの人とかすごい大変ですよこの時期。だって服絶対もう今この時期って、これからこう夏に向けて商品を投入していく時期なんですけど、だったんですよ僕の働いてたところは。ただね、今残ってる商品を売らないといけないし、それってあるものっていうのがそれこそあの長袖じゃないですか。で誰がこの時期に長袖買いますか、正直。この30度、難しいですよね。あの25度ぐらいまでだったら長袖着てもいいかなって思うんですけど、26度の方に行っちゃうとやっぱそこから暑くなってくるから、こう長袖いらないっすよね。だからちょっとずつ、なんか毎年毎年気温は上がっています。何でしたっけ、温暖化現象、温暖化に気をつけましょう、みんなで環境を良くしましょうとかって言ってますけどね、え大変ですよ洋服は。今週はですね、ホワイトペールです。ホワイトペールっていうビールです、これはですねベルギービールです。ミスティックホワイトっていうビールみたいなんで、まあ、結局今日ね、8時からなくなったんで、あの普通に飲みます。
やっぱり飲みます。あ、うまい。あっさりしますね。やっぱペーベルの方が好きかな、結局。ではですねお、サンディエゴからビール送ってくれるんですか、めっちゃ嬉しいです。後でメッセージください、お願いしますではですね、次行きましょう。今日皆さん何の日か知ってますか。父の日ですよ、父の日。父の日ということでですね、残念なお知らせがあります。もしですね、この Facebook のライブを見てる人でお父さんの人いたら、すごい切ないお話をしましょう。父の日に贈り物がないっていう事実があるんですよ。でこれはですね、事実というか、日本生命保険が13日に発表した父の日に関するアンケートを出したんですね。すごい寂しいですよ。お父さんに、父の日プレゼントは贈りますかっていう質問をですね、奥さんとか子供さんにアンケートを取ったらしいんですよ。で、その割合はですね、去年より 3.3 ポイント多い、51.1%。 これはですね、贈りませんっていう人年々増えてきてるんですよ。どん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 、でもう2人に1人は送らないらしいんですよ。まあ、正直、僕もですね、送らない側に入ったんですよ。だからただちょっとね、気持ちの部分ではすごいありますよ。ご飯食べに行くとか、まあ、それぐらいですよ自分で言ってて、こっち側に入っちゃったらちょっと切ないんですけど、ただすごい薄情な感じのことは言いますけど、挽回させてください。僕ですね、僕の父親っていう動画作ったんです。でそれ Facebook ページで今日シェアしたんですよ白状ですね。ちょっと話したいんですけど、僕の父親はっていう動画をですね、1年ぐらい前に作ったんですけど、なんで作ろうかなっていうふうに思ったのが、まあ、とりあえず父親がですね、東京マラソンに出るっていうのが、まあ、メインだったんですけど、で本当はですね、タイトルをですね、ちょっといろいろこれあるんですけど、ミスター301なんですよ。でこのミスター301ってちょっとよく意味わかんないじゃないですか。で僕もよく意味わかんなかったんで、僕意味わかってますけどね。理由はですね、301ってあれなんですよ、300なんですよ。映画あるの知ってますか、スパルタンっていう民族の戦いなんですけど、でそのスパルタンっていうのがそのスパルタなんですよね。で僕の父親がですね、別にスパルタじゃないんですけど、すごいストイックなんですよ。だからそのなんていうんですか、そういうのを混じって勝手にもじって、そのまあスパルタン民族なんでしょうね、きっと。僕の目から映る父親っていうのが、だからだからミスター301なんですよ。ちょっとなんですか、なんかそういう理由もあって、で僕の父親はっていうのがあるんですけど、でなんかいろいろずっとあれ動画の中で、僕の父親はサイクリストだとか、僕の父親はランナーだとか、僕の父親はなんだっけ、ミュージシャンだとかっていうふうに言ってるんですけど、で一番最後に僕言いたかったのは、そんな父親は僕のライバルだっていう一言を残そうかなって思ったんですよ。で正直僕の中ではやっぱり父親が最大のライバルだと思ってるんで、絶対に負けねえと思って今も日々頑張ってるんですけど、まあ、そういうのもあって最後にライバルだっていう風に言おうかなってちょっと迷ったんですけど、なんかねちょっとそこで、あからさまに言うのもちょっとあれかなと思って、ぐっとこらえて、言わずにして終えたんですけど、っていうあの動画にはですね、そんな制作秘話があるということでしたよ。ライバルだっていうの言おうか言わないかめっちゃ迷ったんですよ。藤垣さんありがとうございます。いい声してますか。嫁にですね、ちょっと聞いてみたんですよ。そしたら、どう、俺の声はどうって言ったら、いや全然そんなことないっつって、もっと他にいい声の人いるからっていう風に言われたんで、すごい今心の中で嬉しいっす。今ですね、会社の名刺をですね、作っているところなんですけど、でその会社の名刺を印刷してくれている、印刷するところがですね、前に昔、TJM のですねポケティを作ったの皆さん覚えてますか。でそこでですね、福岡の N ギャラリーっていう印刷をする会社のところがあるんですけど、でそこの後藤さんっていう方がいらっしゃるんですけど、すごい昔の、僕のですね、サブチャンネルの YouTube のサブチャンネルの、ブログで残しているんですけど、でラベシと一緒に、行ったんですよ、福岡に。で、そこでですね思ったんですよ。初めてその時福岡行って、なんて福岡の女性はこんなに綺麗な人たちが多いんだろうって。多分ね、
福岡に旅行行ったりとか出張行ったりとか、住んでる人はちょっとわからないかもしれないんですけど、あの別に東京の人がとかそういうの悪口でもなんでもないんですけど、東京に比べると福岡の方が美人さんが多いんじゃねえかっていう印象を受けたんですよ。でこれ誰に言ってもやっぱりそうなんですよ。だよねだよねそうだよねっていう風に言って、で東北秋田美人とかもあるじゃないですか。ないのもきっとそうなんですけど、でこれすごい今週上がってる記事でやっぱりそうだっていう、それを裏付けるあの記事が上がってるんですけど、なぜ福岡にはですね美人さんが多いかっていうことなんですけど、実はですね福岡は1990年から2010年にかけて福岡市の20代から30代では一貫して女性の比率が上昇していると。20代の女性に限ると2010年には女性人口が男性の 1.09 倍となって、全国の大都市の中で最高の比率になっている。多いんですよ、純粋に数が多いんですよ。だからそれらしいんですよ。でこれがですね5年後の2015年末ではさらに上昇していって 1.12 倍に。年齢別の人口では20歳から24歳で男性の 39,889人に対して女性はなんと多いんですよ、 43,828人ですって。3,939人多いんですって。25歳から29歳では男性の 44,863人に対して女性はですね 51,107人で 6,239人も上回った。合計すると20代で女性がですね 11,178人も多いってことです。でも多いんですよ、単純に多いらしいです。これびっくりですね。だからなんですよ、だから美人さん多いんですって。でさらにですね、ただ女性が多いから別にそれが美人さんにつながるっていうわけでもなくて、やっぱりすごいですね、その福岡の人たちはその女性はですね美に気を使っているっていうことで、まずですね、大体その福岡に集まる女性たちが例えばその長崎からとかもいるらしいんですよ。で、そういうところからこうなんていうんですか、東京に行くみたいなイメージで福岡に行って、神戸とかもそうなんですけど、そのなんかファッション地区みたいな風にファッション地区っていうのに福岡がなってきてるみたいなんですよ。なんでその福岡に行く人たちがその女性がどんどん増えてると、そこから目指していろんなところから来るらしいんですよね、その九州の各県から。で、まあ、女性がどんどん来ると。でしかもさらにこれやっぱあなるほどって思うのが、これはですね福岡市の調査、2012年に行った調査があるんですけど、女性1万人あたりのヨガ教室、エステティックサロン、婦人服店の数がそれぞれ、政令市でトップなんですよ。で多いんですよ、そういう要は美人になるための土台もしっかりあるから、そこに比例して美人さんが増えてるっていうことなんですよ。でこれは結構あなるほどね、なるほど、だからそうなんだって。やっぱりパッと見のこう印象とかそういうのじゃなくて、やっぱあるんですよ、ちゃんとそういうちゃんと頑張ってるっていうことだから、みんなこう街を僕みたいな人が行っても、ああやっぱみんな綺麗だなっていうふうに思えるんですよ。すごいですよ、これはちょっとね、びっくりしました。なぜか鼻水が詰まってきてますけど、びっくりしました。今週いろいろありましたよ、ね、テクノロジーのニュースからまずはしていきましょうか。アップルの WWDC、 なんだか WWDC って聞くとちょっとプロレスっぽい感じですけれども、イベント行いました。新しい、どういうのをやるかっていうと、例えば iPhone が出ましたとか、ワンマンシングイエーイみたいな、こういうのをやりますイエーイみたいな、新しい商品を紹介するイベントなんですけど、大体ね日本のことは全く気を使ってくれなくて、朝方放送するんですけど、日本だとね、もう本当に朝の2時とか3時で、今回はですね、6月14日の2時に、そのアップルのイベントが開かれました。今回ですね、もう毎回ねアップルのイベントを開かれるとテック系の記事がですねバババって上がってくるんですけど、正直全部読むのめんどくさいんですよね。なんです、ライフハッカーっていうメディアがですねものすごいんですよ。30秒でこれまとめてくれています。まず一つ目はですね、何があったのかというとですね、 iOS 10 では通知、写真、メッセージが進化、強化、とうとう Mac で Siri が使えるようになりました。 WindowsOS2 ではアプリの起動速度が7倍になりますと。一度のログインで全てのチャンネルが見られる TBOS ですって。で最後ですね、iPad でコーディングが学べる SWIFT が登場っていうことなので、僕ちょっとねこれ一番最後のこの SWIFT っていうコーディングが学べるアプリっていうのはすごい気になったんで、ちょっと今後もしちょっと時間があったらちょっと調べてみようかな、なんか実際にやってみようかなって思うんですけど、なんかやっぱりこう
コーディングとかって、ね、こう新しいちょっと勉強してみたいところなんですよ、自分の中で。あのなんでちょっとこれはね、最後のやつは気になったんで、ちょっと今後また話せたら話しましょうかな、話しましょうかなってわかんないですけど。そんなねですね、アップルはですね、実はiPhone6 とかやっぱり SE ぐらい一回小さくなりましたよね。アップルね、やっぱね、最近調子悪いみたいですよ。で、これはですね、今ですね、アップルミュージックとかをやり始めてるんですけど、これはですね、そのインターネットのコンテンツっていうものを売ろうとしてるんですよ。それを事業にしようとしてるんですけど、その他のですね、iPhone とか、かつて、もうかつてになっちゃいましたよね。iPhone とか Mac とか iPad の、販売台数っていうのがすごい減っています。で、これですね、2014年の10月から12月の時はですね、 iPhone の販売台数が 50%、40から 50% の中間なんですよ。で、 Mac の販売台数が 15% ぐらいです。で、 iPad の販売台数が、マイナス 18% ぐらいですね。あ、 iPad の販売台数は 今にこう、まあ、基本的に横並びなんですけど、 iPhone の販売台数がもう目覚ましく減っていて、2016年だ、今年の1月から3月にはマイナス 15% ぐらいまで落ち込んじゃってるんですよ。 Mac はマイナス 10% ぐらいになっています。だからもうね、まあ、正直僕の中ではもう iPhone4S 以降はもう iPhone じゃないと勝手に思っているんですけど、まあ、ちょっとスティーブ・ジョブズが亡くなっちゃったっていうのも、まあ、あったりもしてるんですけど、特にiPhone の色がピンク色とかゴールドになったっていうところらへんが、結構もうそこの辺りで中国の市場を狙って色をちょっと変える、なんかね、ゴールドとかってやっぱいいらしいんですよね、中国の人からすると。金ってやっぱいいじゃないですか。なんで、まあ、そこら辺に目をつけてちょっとずつ中国に移行していて、今後はインドにもどんどん進出していく。つまりもう日本とかアメリカとかヨーロッパとか既存の国っていうのはもういらないんですよね、もう飽き飽きしちゃったんですよ。だから新しいところを探しに行こうっていうことで頑張るらしいんですけど、ここでちょっとあれをしましょう。これ面白いインフォグラフィックがあるんですけど、今までのね、アップルが何を発表してきたかっていうのをちょっとザクッと話していきたいんですけど、まずですね、ごめんなさい、まずですね、2006年に Mac Pro が登場したんですね。懐かしいですね。2006年だったんですね。2007年から、ね、iPhone の、App Store が始まりました。あ、大丈夫ですかね。今ですね、僕のパソコンがですね、若干、火を吹き始めているんですけど、うなっているんですけど、何ですかね、これ多分データの問題なのかな。ちょっと緊張していますね、ドキドキしています。いや、ほんと怖いんですよ。この前これだって全部録音し終わった後に聞けるかなって思ったら聞けなかったっていう、すっげえ切ない時期だったんで。2009年はですね、 iPhone の 3GS が初めて登場しました。2009年だったんですね。2010年に iPhone の4、そして2011年に、iCloud、 あと iTunes Match とか出ましたね。あと MacOS10 のライオンとか。2012年、MacBook Air が登場しました。あと MacBook Pro レティナディスプレイですね。2012年だったんですね。2013年はですね、ゴミ箱と言われた Mac Pro が登場しました。Mac Pro でもね、やっぱゴミ箱じゃないですよ。あれマジやばいっすよ。僕今仕事で使ってるんですけど、もうモンスターです。あいつはマジ最強です。ゴミ箱なんて呼んだらもう当初の今もうゴミ箱じゃないですよ。あれはもう失礼ですよ、そんなこと言ったら。で、2014年はですね、ヨセミテ OS10 ヨセミテ出ましたね。2015年はですね、Apple Music だ。だから2015年あたりからそのコンテンツを作っていこうっていうことで、ハードウェアではなく別のところで収益を上げないとそろそろまずいんじゃないかなっていうのが今に至るっていう。これ僕ですね、2016年ぐらいにその iPhone が売れなくなるっていう本を読んだことがあるんですよ。で、皆さんこれ知ってる人いるかもしれないんですけど、これビジネスの本になるんですけど、この2022年、逆になっちゃいましたね、これ2022、これから10年活躍できる人の条件っていう本がですね、神田正則さんっていう方が書いてるんですよ。で、これいつ書かれたかっていうと結構昔なんですよね。
昔なんですよ。でその中で神田さんがですねすごい面白いことを書いてて、 iPhone がなくな、iPhone が売れなくなるっていうのを予言してるんですよ。で彼がですね、ごめんなさい、本当これ気になる人はですねこれぜひ買ってみてください。その他の話もですねすごい面白いことが載ってるんですけど、でまさに2016年、今年も iPhone ダメになるっていうのを予知してるんですよ。でなんでかっていうのはこの本を買えばそれがですね理由がわかるんですけどっていうことなんですよ。なんで実はもうやっぱ2016年にダメというか売れなくなってくるっていうのは、何？やっちまった。やってしまいましたね。また、これですね。一回この、ポッドキャストのライブ、ポッドキャストだと聞けるんですけど、一回ですね、僕ごめんなさい、これ Facebook のライブを終了してしまいまして、実はですね、とんだ今アクシデントが発生してしまいました。なので、今ですね、もう一度、僕はですね、この Facebook のやつをやらないといけないっていう。これちょっとすごいアクシデントが起きてしまいました。これ難しいですね、 Facebook のライブって。ただ一回ちょっと思うんですけど、これ Wi-Fi の問題になるのかな、ちょっとどうだろう。いやそんなことないか。ちょっともう今ですねあれをやってます。もう一回新しくエピソードを作っています。難しいですね、やっぱ。すいません、どうだろう、見られますかね。落ちちゃいました。途中で消えちゃったんですよね。ワイヤレス接続が弱いためって風になってて、すいません、ごめんなさい、落ちちゃいました。すいません、ごめんなさい、始めましょう。なんで本当に申し訳ございません、すいません、ごめんなさい、続けます。まあちょっと気になる方はですねこの、Facebook ライブのリンクに載せておきますので、ポッドキャストのリンクにも載ってますので、 YouTube のリンクにも全部載ってますので、ちょっとチェックしてみてください。気になる人は。びっくりしましたよ。中国、これびっくりしましたよ。本当僕びっくりしたんですけど、中国の北京市がですね、アップルに対して iPhone6 の販売停止を命じていたことが分かったんですよ、17日に。で、これね、俺の目がおかしくなったんじゃないかなって思ったんですけど、中国がのこの iPhone のモデルが中国側の会社のものと似ているっていうのを中国メーカーが訴えたらしいんですよ。これちょっとって思いません？僕最初これって思ったんですよ。だってで中国がパクるのうまいじゃない？なんでアップルが訴えられて、しかもそれが中国の北京市のその知財財産当局が認めたのかなって、もうちょっと謎だったんですよね。と思って、いやいやいやみたいなっていう、ちょっとショック、なんか焦りましたね。でもアップル的には痛いですよね。これから中国の iPhone の販売出すよ増やそうっていう時だったので、まさにこうね、痛いところを突かれちゃいましたね、中国に。パパッといきます。ではですね、次、E3 エレクトリックエンターテインメントエキスポ、5時半のお知らせですね。5時半のお知らせやってきました。やっぱ5時にやると良くないですね、お知らせの音が聞こえちゃいますから。っていうことはもう30分経ったっていうことなんで、今 E3 の話をしているんですけど、結構こっからガンガン飛ばしていこうと思います。じゃないとまた1時間半いっちゃいますんで。いやほんとすいませんね、ちょっと前回の今この一つ前の Facebook ライブが消えちゃっているんで、ちょっとここからはマジですげえ喋ります。多分喋ります。ではですね、もうちょっと待ちましょうか。
よし、いきます。E3、まずはですね、E3 何かっていうと、E3 はですね、エレクトロニックエンターテイメントエキスポの略で、アメリカのロサンゼルスで開催される世界最大のコンピューターゲーム関連の見本市で、通称 E3 っていうふうに呼ばれているんですけど、ではですね、E3 で何が発表されたかっていうのをちょっとババッとまとめていきたいんですけど、まず E3 で今回はですね、VR、バーチャルリアリティに関するゲームが発表されたのが、今回結構なことなんですけど、まずですね、そのバーチャルリアリティは何かっていうと、仮想空間現実、これもゴーグルつけて別の空間に行けますっていうものなんですけど、そこでですね、今回発表されたのが、まずはカプコンから。カプコンはなんとバイオハザード7の VR を2017年の1月に出すんですって。スクウェアエニックスはですね、ファイナルファンタジー15、あのロールプレイングゲームがバーチャルリアリティでできるなんてもう全然意味わからないよ。バンダイコナムエンターテインメント、サマーレッスンですって。セガゲーム初音ミクの VR フューチャーライブ、ありえますね。エレクトロニックアーツ、スターウォーズ、あ、似合いますね。いかにもですね、海外っぽいな、外資っぽいなと思うんですけど、ではですね、で、次に行きたいのが、そのもう一つ残ってるのが、そのプレイステーション VR なんですよ、ソニーで。これはですね、今年の10月13日に発売されるんですけど、価格がなんと399ドルっていうことで、約4万円ちょっとで VR 買えちゃう、でゲームができちゃうっていうことなんですけど、でソニーがすごいのが、年内までに、そのゲームの種類を全部で50種類のゲームを増やすんですって。だからもう完全にソニーは、まあ、あれですよ、もうマジで天下取りに行くっていう、 VR を制しに行こう、完全に攻略しようっていうことで躍起になっているんですけど、そのプレイステーション VR のソフトからすごい面白そうなソフトが出るんですよ。コメントいただいたんですけど、うんのさんからコメントいただいたんですけど、小島監督ね、帰ってきたんですよ。これですね、嬉しいことなんですけど、ちなみにですね、僕前回の、メタルギアソリッド一番最後のやつはちょっとまだ、あのてか PS4 時代、変えてないっていう、ちょっとちょっとにわかファンっぽい感じなんですけど、今回ですね、小島さんが帰ってきました。待たせたな、全然声に出ないですけど、帰ってきました。新しいゲームの題名がですね、デス・スタンディング、ストレンディング、死の座礁というミステリアスな、非常にミステリアスなタイトルなんですけど、でこれ、見ました？見ましたか？これのゲームの予告編、びっくりしますよ。これウォーキングデッドのダリルが出てくるんですよ。で彼がおそらく主人公なんじゃないかなって思うんですけど、ちょっとね、ただこのトレーラー自体がなんか、ワクワクと、もうとにかく謎ですね、謎プラスワクワクで、小島さん帰ってきた、イエーイみたいな。でなんかそのなんかいろいろ問題があったらしいですね。2015年12月に、12月15日にコナミを小島さん辞めました。でその後に16日に、翌日ですよ、っていうことはもう辞める気満々です。新スタジオ小島プロダクションを立ち上げて、今回の一作目をプレイステーション向けのタイトルとして制作するっていうことで、でなんかもうやっぱ僕この小島さんが帰ってきた時のその発表動画見たんですけど、なんかすごい生き生きとしてましたよ。小島さんあれですよ、しかも YouTube スペースで、YouTube チャンネルも持っていて、 YouTube スペースで番組の撮影していたらしいんで、していたんですよ。それもあったんでちょっと見て面白、なんか映画の話をしていたんですけどね、これからどんどんいろいろそういうことやっていくんじゃないですか、おそらく。次行きましょう。そんなですね、まあ、ゲームから次は映画の話をしましょう。映画の話なんですけど、今回ですね、バニティフェア、おそらくこの読み方合ってますかねっていう、ファッションあとライフスタイルを主としているアメリカのメディアがあるんですけど、そこがですね、もし映画の興行収入が2億ドル、約214億円、4000万円の収入が入ったら、その制作側にはどれぐらいのお金が入るのかっていうのをまとめてくれている動画があるんですけど、でこれザクッと内容を言っていきましょう。まず映画監督の収入なんですけど、この興行収入2億ドルの映画を作るとすごいですよ、手元に4億2800万円が入ってきます。次、エグゼクティブプロデューサーはですね、約1億700万円から1億1800万円と、プロデューサー約1億700万円ほど、
すごいですね。びっくりですね。カメラの、撮影監督は約9600万円ですって。脚本家はですね、メインの人が約3億4800万円で、次の2人目が9600万円、3人目が2670万円。どんどん減っていくんですね。美術監督、約8300万円。編集技師、約9900万円。編集技師、ちょっと、かっけえな。衣装デザイナー、約3400万円。この後ですね、やっぱりびっくりするのが、俳優ですね。俳優、主演俳優は、やっぱすごいですね。ギャラは、12億8000万円ということで、もうぶち抜けていますね。その2、主演その2はですね、4億8000万円。その3、1億6000万円。全然違いますね。うわ、すごいですね。なんで、やっぱりね、金欲しかったら俳優になりましょう。怒られる。なんかそんな言い方も良くないけど、やっぱ一番、やっぱね、その顔になりますからね、作品の。ということで、次はですね、ちょっとこれからはですね、ちょっと国際的な、いろいろ、今週は本当になんか、危なっかしい事件があったんですけど、まずはアメリカ南部のフロリダ州オーランドで、6月12日の未明に、銃の乱射事件が起きました。49人が死亡して、53人が負傷しました。すごい可愛い。危ないですよね。なんか危ない話なんです。危なっかしい話なんですけど。で、今回ですね、この事件が起きたのが、事件を、ゲイのナイトクラブで、マール・マティーンさん、29歳がですね、銃を乱射したんですけど、彼、すごいのが、その、FBI に、その以前からですね、その、テロをやるんじゃないかっていうので、把握はされていたんですけど、ただその、FBI が持っているその監視者名簿っていうリストには正式には載っていなかったらしいんですよ。なんで彼はフロリダ州で銃の免許を持っていたんですよ。でそれを合法的に所持することができたんですよ。でさらに2007年以来警備会社 G4S っていうところで彼は武装警備員として働いていたらしいです。だからもうすでにそういう環境があっちゃったんですよね。で今回ですね、自動小銃と、短銃を手に、ナイトクラブ、そのナイトクラブのバルス、パルスを襲ったらしいです。いやー、これはね、もう、毎回思うんですよ。銃の規制、そもそもだってやっぱり、そうしちゃってるから起こるじゃないですか。で、さらに言うと、容疑者の、そのマーティン容疑者の、妻が犯行の計画を事前に知っていたらしいです。で、これを言わなかったっていうことで、今ですね、多分そろそろ訴追されるらしいですよ。可能性があるみたいです。いや、怖いですね、本当。その前の週にもありましたよね。なんか歌手が、アメリカの有名な歌手が殺されちゃった、ファンに殺されちゃったっていうので、まあ、日本だと最近だとアイドルがね、刺されちゃったっていうのもあるんですけど、これに対してですね、オバマ大統領は、何十人という罪のない人たちが無残に殺された。いやーねー。で、アメリカではいかに簡単に殺傷力の高い武器を手に入れて、大勢を殺せるか改めて認識させるものだと指摘。いや、本当にそうですよ。ねえ、もう、こんなに、起きているんだからやめましょうよ、銃のね。えだって単純にそれをなくせばこれだけこうねえ亡くなる人たちも減ると僕は思うんですけどね。単純にその自己ね防衛がどうのこうのっていう以前にそういうこと自体がやっぱりちょっと良くないんじゃないかなって思うんですけど、でちょっとやっぱりその今データ的な話をするとアメリカでは銃規制の賛否が拮抗してんのかな、これ。銃の規制に反対がですね、現時点というか2015年の段階では 47% ぐらいです。で、賛成派が、賛成多いんですね、意外と 50% なんですよ。いやー、まあ今回のでちょっと動くんじゃないですか、多分ね、やっぱりそういうこと起きると。で、まあ、これに対してですね、今回こういう一連の銃の、まあ、事件がありましたと。で今ですね、アメリカの選挙は
真っ只中、大統領選挙真っ只中だ、激アツだと思うんですけど、今回の件に関してクリントンさんは、まずクリントンさんからいきましょう。イスラム教徒との連帯を呼びかけ、トランプさんはまず入国禁止の対象をテロ関係国の移民に拡大、銃規制、殺傷力が、クリントンさんは殺傷力が高い武器を規制した方がいいんじゃないか、トランプさん、銃の保持はテロの自衛手段だとして、あ、規制に反対なんですね。イスラム国の対策、空爆の強化、クリントンさん、空爆の強化、外国人戦闘員の流入対策、ネットの宣伝工作の防止、トランプさん、NATO、北大西洋条約機構の目標をテロ対策に変更。まあまあ、お互い、なんかいろいろ、多分これからやっていくんじゃないですか。ね、意見を言っていくと思うんですけど。そんな、選挙なんですけど、今回ですね、6月の9日に、オバマ大統領がですね、ヒラリー・クリントンさんの側につきますと発表しました。なんで、ね、ちょっと大手かかっちゃったんじゃないかなっていうふうに僕は思っちゃうんですけれども、これに対してですね、ツイッターでですね、クリントンさんが、こうコメントしています。一緒に戦えることを光栄に思います。私は燃えている。準備万端だ。で、これに対して、トランプさんが、オバマがインチキのヒラリーを支持した。やつは、オバマ政権をもう4年続けたいようだが、他の誰も望んでいないことだ。っていう、やりとりに対してですね、ヒラリー・クリントンさんが、すごい冷静なことをバスッと言ってますよ。ツイッターからアカウントを消しなさい。今後、どうなるんでしょう、もう。トランプさん、どうだろう、ここから巻き返せるのか、ちょっと分かんないですけど、アメリカからですね、イギリスに移りましょう。イギリスではですね、労働党下院の、ジョー・コックス議員がですね、6月の19日午後、イングランドの北部、リーズ近郊の町、バース・トールで、銃撃を受けて殺害されてしまいました。で、これですね、ジョー・コックス議員なんですけど、女性です。彼女はですね、シリアの難民問題とか難民支援の問題とか、あとは女性の権利問題に熱心に取り組んでいたらしいんですね。で、そんな彼女がですね、銃撃を受けちゃったんですよ。で、これちょっとあれなのが、まあ、今後ですね、その今イギリスがですね、EU を抜けるか抜けないかっていうのをですね、23日の国民投票に向けていたんですけど、今回ですね、ジョー・コックス議員亡くなっちゃったっていうことなので、ちょっと一旦やめましょうっていうことにもなりましたけれども、アメリカもイギリスもなんか銃撃が今起きていて非常に危ないんですけど、今週ね、もう本当にいろいろありましたよね。もうびっくりしましたけど、まずはですね、ちょっと一連の流れを整理しましょう。そうした方が早いんじゃないかなと思います。まず最初に6月の14日に松戸さんはですね、夏まで頼むから、リオデジャネイロのオリンピック終了までゼロンでいいから、知事を続けさせてくれよと懇願してました。ただ、翌日にですね、共産党、民進党、あと自民党、公明党あたりもですね、ちょっとずつこう不信任決議案を出そうかと、周りがどんどん敵になってしまいました。それが15日です。で、そうですね、松戸さんいよいよピンチ。さて、果たして一体どうなるんでしょうかっていうところからなっているんですけど、で、その後ですね、ちょっとごめんなさいね、一回ザクッと言うと、リオまで松尾さんは猶予くださいと。で、15日に、不信任決議案を出すっていう、ちょうどそこら辺のタイミングで、15日の、10時頃に松尾さんが辞職願いを出しました。8時過ぎ、20時過ぎに舛添さんが本会議で辞職の理由を発表しました。これ以上の、党の、都税の停滞は耐え難い、身を引くのが一番と考えたということで、もういきなりですよね。だから一転して何があったんだろうってちょっと思うんですけどね。なんか本当その前まではやめねえよっていう一点張りだったんですけど、ここに来てね、もう360度ね、ガラッと変わっちゃったんですけれども、
なんでとにかく14日15日のあたりで結構びっくりしましたけどね。あのまあでもまあ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 ね、そうなりますけれどね、そうなりますけれどね。結構だからなんか舛添さんはなんかそのなんかいろいろその前とかちょっとずつなんかその知事になってからちょっとずつこうお金の使い方っていう部分が変わってきちゃったらしいですよ。ちなみに、4月の記者会見では、条例に基づいているそのね、ファーストクラスの飛行機を使ったりとかスイートルームのホテルを使ったりってことに対して条例に基づいていると反論。しかも強気ですよ。トップが二流のビジネスホテルに泊まりますか、恥ずかしいでしょとも言ってるみたいなんで、まあね、その時はやっぱりいいんじゃないのみたいな。もともと別にそれ自体がそのなんかね、あのめんどくさいですよね。その適切では違法ではないが不適切とかっていうすげえグレーですよね。もう白でも黒でもない、いかにも日本っぽいなと思ってしまうんですけれども、なのでまあ今回まあ舛添さんも身を引いちゃいます。でザクッといきますけど、今後の日程を話していきたいと思います。6月21日に、舛添さんが知事を辞職します。で、7月の10日に都知事選参院選も行われるんじゃねえの、7月の14日に告示投票日、7月の31日、だ参院選ともう丸か参院選はですね7月の21日に告示するんじゃないかと、投票日が8月の7日になるんじゃないかと。でまあ、さらに大変なんですけど8月の5日にですね、オリンピックが開幕してしまいます。リオオリンピックが8月21日に、リオのオリンピックが閉幕します。なので、東京都知事になる方はですねもうバタバタですよね、完璧に。なのである程度あの多分経験がものを言わないと大変なんじゃないかっていういろんな意見が飛び交っていますけれども、どうなってしまうんでしょうか。で今後ですね、そのじゃあ誰が都知事になるんだっていうのに今盛り上がっていますけれども、まずはですねあのこれ日経新聞に載っているコメントなんですけど、自民党の石原さんのコメントはですね、オリンピックを迎えるのにふさわしい人を選びたいと、まあ、ちょっとなんか微妙な感じですけどね。小池さん衆議院議員ですね、名前を挙げてもらっているのは光栄だ、何も答えない。丸川さん出馬の意思打診全くない、民進党連邦さん仲間の声は大事だがまずは参院選のことを考えている。基本的にねどこも、ざくっとまとめるとほぼ全員が、ちなみにですね橋本さんですね前大阪市長、ないみたいですって。まあ基本的に今みんなないって言ってるんですけど、ただですね僕ちょっとこれをあの、まあ、誰がなるのかなって、だってもう立て続けですよ、3人目ですよこれで東京都知事の辞職って。猪瀬さんもそうでしたし石原さんもそうでしたけど、割とこうお金絡みで辞めてっちゃうっていう部分ではすごいこう呪われちゃってるポジションなんじゃないかなっていうふうには思っているんですけど、ここの中であえてもう俺知事やりますっていう人がですねなんと一人いらっしゃるんですよ。でこれ誰かなと思うんですけど、すごいですよやっぱね、あのマック赤坂さんはですね渋谷に結構いるんですけど、渋谷で演説をしているんですけど、彼がですねもういち早く行動に移しました。すぐにですね15日の、東京都議会本会議に傍聴した後に、あのそこでですね彼なんて言ったかというと、お疲れ様でした、ゆっくりお休みください、あとはマックに任せてくださいと、もうやる気満々ですよ。ただねやる気満々なんですけど、あの彼ですねその後、舛添さんに近寄ったのかな、なんかその言葉を投げかけたかったんですけど、すぐですね、制止されてしまいました、あの警備員さんに。ちょっと要注意人物としてなっているので、まあどうなんでしょうかね。まあただ単に早く言えばなれるっていうものでは多分今回のとかは特にないのでちょっと大変ですけどね。ただねちょっとこれ僕思うんですけど、今回一連の流れって結構なんか最近多いじゃないですか、こうメディアがすごいもうお祭りのように、あちょっとごめんなさい喉がちょっと、あの本当になんか全体で言うとこうメディアの煽り方がなんか最近の勢いが半端じゃねえなと思って、なんかそう思いませんか、こんなにまああの
純粋に思いませんが、僕ちょっと思ったんですよ。でまあそれこそ、まあ、この TGM4.0 のも話しますけど、あの記事の量が明らかに、まあ、なんだろうな、量がおかしいんですよ。こんなにバババって、もちろんあの、まあ、話題になる記事だし、人々の興味もあることだから、メディアとしてはそれを伝えないといけないっていう立場にもあると思うんですけど、こんなに増え、こんなにあんので、ごめんなさい、ちょっとこれまたちょっと若干ワイヤレスの接続弱くなっちゃってるんですけど、でただただこんなにやる一方で、僕ちょっとびっくりしたのが、あのパナマ文書ってあったじゃないですか。パナマ文書って覚えてます？なんかあのアメリカとかでも記事にもな、英語のもメディアでもなってるんですけど、その、ま、あのなんていうんですか、タックスヘイブンで、企業がどうやってその税金対策をしているかっていう文書が暴露されたんですけど、そんなにこれってパナマ文書ってメディア、今回の舛添さんみたいな感じで報じなかったじゃないですか。っていうのを考えると、何ですかね、こう叩きたい時に叩けるものはガンガン叩くけれども、叩けないものはあまり叩かないっていう、ちょっと風潮が増えてきているんじゃないかなっていうふうにちょっと思っているんですよ、個人的には。なのでそういう意味では、日本の報道レベルって一体何なんだろうって、ちょっとこう最近なんか真面目に考えるようになんかなりましたよ。なんかそう、本当にそう、菅原さんすごいいいことをコメント書いていただいてるんですけど、その後の報道本当に欲しいですよね。それこそ猪瀬さんとか、あの今どうなのかっていうのも、今彼作家さんなんで、あのまあ多分大丈夫だと思うんですけど、やっぱり気になるじゃないですか。なんかそこは、そこまでをちゃんとしっかりそのね、やる、伝えるのがやっぱりメディアじゃないのかなっていうふうには僕思うんですよ。なんでその今もだ、それこそ多分今回の舛添さんもそうなんですけど、おそらくね、きっと多分もうこの後もうすぐ報道しなくなるんじゃないかなというふうに思っているんで、もうちょっとなんかこう最後まで、せっかく報道するんだったら最後までやってほしいな。なんかその目先の視聴率が取れるところにガッていくんじゃなくて、取れなくてもコツコツやっていってくれたら、それを見る人たちがこうね、あの信頼するんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですけどね。皆さんはどう思いますか？そういう一連の流れとかっていうことに対して、なんかそういうね、部分っていいのかな、悪いのかな、まあいいのか悪いのか分かんないですけど、あの皆さんの意見ぜひ聞けたら嬉しいなというふうに思ってます。ではそのためですね、ブラジルもですね、ちょっと最近やばいみたいで、ブラジルで今ですね、大統領の代行をしているテメル大統領代行がですね、2012年のサンパウロ市長選に際して不正献金を求めたっていう疑いが15日に浮上しています。なのでちょっとね、オリンピック絡みってなんか全部良くないですね。あの東京オリンピックもそうだし、ブラジルのねオリンピックもそうだけど、なんかこうボロがどんどん出ていっちゃうんで、なんかちょっと怖いですね。オリンピック大丈夫かなって思うんですけど、ロシアはですね、ロシア陸上今回はですねオリンピックに出られません。なぜかというとドーピング問題ですね。ドーピングがですねちょっと問題になっているので、オリンピックの、陸上連盟はですね、ロシアは出場停止処分を出そうっていうことを決めました。なんで、ロシアは出られません、残念ながら。オリンピックといえばですね、まあ、東京これからどん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 盛り上がっていくんですけど、ちょっとやっぱ東京都民としては、あの嬉しい話、嬉しいというか、ちょっとずつこうやっぱりいろんなところが変わっていく部分ではやっぱ見て面白いんですけど、あとね時間がね、ちょっとあと10分ですね。すみません、今ですね、マルコちゃん、あとね、あのこのポッドキャスト用で録音してるのはあと10分なんです。すみません、あと10分バンバン話させてください。マルコちゃん、僕ねちょっとごめんなさい、ちょっとここの家の話今録画しています。ではすぐ行きます。なんで結構やっぱ嬉しいんですよ、都民としては。新しくどん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 展開が起きていくのが。なんでまずはですね、銀座ではですね、ソニーがですね13日に発表したのが、ソニービルの銀座があるんです、ソニービル銀座があるんですけど、そこの跡地をイベント会場にするみたいですって。でこれは2018年の夏から2020年の夏の東京オリンピックまでの屋外ライブの会場として使うみたいですって。なのでまさにね、なんかそういう部分では変わって、その新しくソニービルが変わってイベント会場になるっていうのをちょっと見に行きたいですけどね。なんか次はですね、タクシーの話をしましょう。最近ですね、ちょっと仕事の、してた時に、撮影の仕事をしてた時にですね、そのタクシーのうんちゃんがですね乗車拒否をしたんですよ。っていうのも、あの場所もすごい近かったから、まあ、うんちゃん的には、まあ、こいつ金になんねえなと思って、やだよっていうのをあからさまに態度に出したんですけど、よくないですよね。
良くないですよ。で、まあだからというわけじゃないんですけど、タクシーがですね、今後減車するみたいですよ。で、これ国土交通省が出したんですけど、減車するところがですね、東京、千葉などの、6都県の8地域ですって。だから確かに多いんですよね。だから多いんですよ、タクシーの数自体が。次ですね、僕代々木のですね、踏切で最近ですね15分待たされたんですよ。15分で長くないですか？思いませんか？思いますよ。でですね、今開かずの踏切をちゃんとこう良くしていこうっていうことで、国土交通省がですね、リストアップしています。合計その開かずの踏切がですね、45都道府県のに合計1479箇所あるらしいです。なんで間違いないです、代々木含まれています。そこに代々木の踏切は間違いないと思います。次はですね、学校の話をしていきましょう。文部科学省がですね、部活動の休日をちゃんと作りましょうと。やっぱりこうね、先生たちもですね、長時間労働になっちゃいますので、なるべくこうちゃんとした休日を作りましょうっていうのを出しています。なので今後ね、先生もちゃんと休めたらいいかなっていうふうに思っています。だって結構なんかその部活動やる、まあお金の話はしちゃうからあれなんですけど、そんなに高くないみたいなんで、でもやりがいを求めちゃうんですけど、その労働時間が増えちゃって、結局私生活が好きだったらいいんだけど、まあでも好きだからやるのか。なので、うん、でもまあちゃんと休んだ方がいいですよね。あとちょっとですね、もう時間残念ですね。ババッと言いますけど、今週の激アツ野郎いきます。イチロー選手です。なぜかというとですね、彼、日米通算で4257本目となる、安打を記録した。で、この記録した場所がですね、サンディエゴパドレスなんですよ。で、これ彼要はアウェーに来て記録を打ち立てたんですよ。で、これ結構すごいっすよね。なんでサンディエゴパドレスでこれを見れた人っていうのは本当にすごい歴史的な瞬間を目にしたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、彼ですね、そのイチロー選手の記者会見があったんですけど、これがですね、今回、パドレスがですね、号外を用意したらしいんですけど、彼のコメントが面白いですよ。そうなんですか、別の号外かっこ東京都知事関連の話は聞きましたけどねとユーマを交わしたと。で、これに対してですね、サンデーモーニングに出演している張本勲さん、サンデーモーニングに出て、カーッという人なんですけど、彼すごいやっぱ嬉しいみたいですよ。多分今日のサンデーモーニングでもなんか言ってるんじゃないですか。日本の球界は花高々です。こんな選手は向こう100年出ないでしょう。ということで、今週の激アツ野郎は、イチロー選手に勝手に TJM4.0 で認定させていただきます。今週見てみたい動画いきます。タイムラプス、めっちゃいい動画があります。2年間ですね、タイムラプスを撮る仕事をしていた人がですね、まあ、タイムラプスを撮るだけじゃないんですけど、タイムラプスを撮ったっていう人がですね、それをですね、2年分のタイムラプスの動画をもう2分20秒にまとめています。で、見たんですけど、もうこれもう本当にもうすごいです。びっくりします。2年のお仕事お疲れ様でした。ビーダーです。なんか制作観点で、なんか作る側で今からもうすごいんですよ。もうマジすごいんですよ。見てください、見てください。時間があるとき見てください。明日の朝から聴いてみたい音楽、これですね、今回ですね、ハリソンの How Can It Be っていうミュージックビデオ、音楽があるんですけど、でこれですね、スマートフォンを題材にしたミュージックビデオなんですよ。で、これ俺あれと思ったんですよ。なんかどっかで見たことあるなっていうふうに思ったら、2ヶ月前にLan & Run っていうですね、アイドルのミュージックビデオが、スマートフォン専用のミュージックビデオがあるんですけど、で、それのおそらく原型モデルになってるんじゃないかなっていう。で、この How Can It Be が10ヶ月前にアップロードされてるんですよ。なんで、おそらく、まあ、Run & Run がですね、こう、インスパイアされて、元のやつに作られたんじゃないかなと、勝手に僕は個人的に思っています。パクるとかじゃなくてインスパイアですからね、こう参考にしてそこからのアイデアになってるんで、元のというか、そのランドランの方が、まあ、すごい手が込んでるので、正直言ってめちゃいいんで、ランドランの方もね、あれ見た時にうわマジかこんなの来たのか、うわっていう衝撃があったんですけど、How Can It Be もですね、いいですよ。朝聞いてみたい感じで、なおかつもともとね、そのスマホ向けのミュージックビデオとして見るとすごい面白いので、ぜひ見てみてください。
では、ここまでバババッと話していきましたけれども、今週のですねステッカーの当選者の発表をさせていただきたいと思います。今週のですねアリゲーター、ステッカーの当選者はですね峯岸優さんです。峯岸優さんです。なんでこれからですね私、ステッカー当選者の方への、封筒を書いてそこに、ステッカーを5枚入れてお送りいたしますので、今週のステッカーの当選者は峯岸優さんでございます。おめでとうございます。嬉しいことにですね実をちょっと言うと、あ、そう、あ、ごめんなさい、峯岸さん、あ、ごめんなさい、うわ、超ごめんなさい、マサルさんか、ごめんなさい、今週のステッカーの当選者は峯岸マサルさんです。おめでとうございます。すいません、本当ございません。中村さん、あれおめでとうございますになってるよ。ということで、今週もせーもう終わりです。DJ ミュートンゼロ終わりです。なんであのですね、もしあのちょっと嬉しいことに本当にあのこのステッカーなんのちょっと送るあのちょっと今後のですねあのプランを先に言いたいんですけど、結構もうですねあの埋まってきているんですよ。着々とあのステッカーの当選者の方への連絡僕全部やってるんですけど、すごいあの今埋まってきてるので、あの まさかこんなにステッカー大人気になるとは思っていなかったのでめっちゃ嬉しいんですよ。なんで本当にありがとうございます。なんで今後はですねあのぜひぜひあのポッドキャストもそうなんですけど、この Facebook ライブもあのぜひぜひあのシェアしていただければ、あのメッセージね、その後に Facebook のページにメッセージいただければ、あの僕ちゃんと送りますので。ただ現状ちょっとやっぱ結構ねあのステッカーのやつが割とこう埋まってきちゃってるので、少しあの結構本当に先にはなっちゃうんですけど、ただでも絶対に送ります。それはもう本当に断言しますので、今後ともですね、ポッドキャスト&フェイスブックのシェアよろしくお願いします。でフェイスブックの、ページにメッセージください。ツイッターでもいいですけど、あのシェアしましたと言ってくだされば、ステッカーを送らさせていただきます。ということで、今週も最後まで皆さんお付き合いいただきましてありがとうございます。声がちょっと枯れましたけど、若干今日は頑張って喋りすぎたんで、すいませんでした。あの今回ですね、あの多分これ動画また2本になっちゃったんですよ。2本になっちゃったのでちょっと見づらいと思うんですよね、 Facebook ライブだとアーカイブとして。なんで、まあ、一番聞きやすいのはポッドキャストにするんで、あのポッドキャスト多分水曜か木曜には更新されますので、ちょっとそっちの方も合わせて聞いてみてください。あの実はですねポッドキャストでは聞けると思うんですけど、この1本目と2本目のライブの動画の真ん中の部分にあったアクシデント、これ多分こっちのライブだと見れな皆さん聞けないんですけど、ポッドキャストではそこの僕の焦り具合っていうのが聞けるんでぜひ、ポッドキャストもよろしくお願いします。ポッドキャストのシェアもよろしくお願いいたします。では今週も最後まで皆さん僕の話に付き合ってくれてありがとうございます。ではまた来週の日曜日の夜8時にお会いしましょう。以上、アリケータによる TJM4.0 でした。じゃあまた。今週もですね、やっぱね、ハプニングあるんですよね。やっぱりあるんですよ。もう何なんですかね、もうこの、まあでもまあこれがあれですよ、きっと。あの、ライブでやる、まあ面白さなんですかね。こういうのもね、含めて楽しんでいかないといけないなと思いつつ、まあ、ちょっと自分の爪の甘さに反省してしまうんですけれども、どうでしたか皆さん、今週の TJM4.0 を楽しんでいただけましたでしょうか。あの冒頭のね、あの僕の世間話とかの感想も、ね、聞かせていただけたら嬉しいので、え Facebook でも大丈夫です。今回 Twitter もじゃあ開放しちゃいます。え Facebook もしくは Twitter でご意見お聞かせください。それとですね、すごい嬉しいあのニュースがあるんですけど、あの TJM4.0 ポッドキャストっていう風に Google で検索すると出てくるんですよ。iTunes プレビューっていうのが出てくるんですけど、でそこにですねカスタマーレビューっていうのがあるんですけど、そこにレビューいただいているんですよ。これめっちゃ嬉しいです。ちょっとねこの嬉しいのでレビュー読ませていただきます。まずはですね、ケイトログ1293からですね、初期の TJM からのファンです。これから毎週楽しみにしています、絵文字。次はですね、お名前が、岐阜で卓球仲間作りたいさんです。卓球仲間どうですか、作れてるんでしょうかね。まあちょっと願望がユーザー名になってるので面白いですけど復活してくれてありがとうございますということでですね、あのレビューをいただいているので、もしですね皆さん
今回のポッドキャスト、聞いてて、ちょっとなんかこう、私もレビュー残したい、僕もレビュー残したいという人は、ぜひぜひ、カスタマーレビューに書いてください、感想を。ディスるのはやめてください。ちょっと、悲しくなっちゃうね。いい、ポジティブなレビューを。これでもレビューじゃないですよね、そういうのを。そういうの書かせるっていうのは。なんで、まあちょっと、ぜひぜひちょっと興味があったら、なんか書いてみてください。あとですね、何度も言わせていただきます。僕の声が続く限りは何度も言わせていただきますけど、このポッドキャストで、ぜひぜひ、このポッドキャストをですね、ぜひぜひ、お友達、家族、恋人にですね、こんな番組やっていますと、こんなおっさんじゃないですよ。30の男がですね、ニュースの話をしていますと。で、まあ意外と、それが分かんないです。意外といいから、ちょっと聞いてみてとかっていうので、ぜひぜひ、お友達、家族、恋人にシェアよろしくお願いします。でですね、ちょっと最後にもう一つ、ちょっとこれ皆さんに聞きたいんですけど、ニッチーズ、ニュースジャンキーの皆さんに聞きたいんですけど、このポッドキャスト専用のなんかちょっとコーナーを若干ね、僕もちょっと作りたいなと。せっかくだったらだって皆さんね、この時間を使ってくれてるわけじゃないですか。で、Facebook ライブも聞いてくれた後にポッドキャストを聞くっていうことなんで、二度手間っていうこともおかしいんですけど、まあ、ちょっとね、二つやっぱ聞いてくれてるんで、ポッドキャストの面白さもちょっと出していきたいなっていうふうに僕は思ってるんですよ。で、昔あれやってたじゃないですか。覚えてますか皆さん。ビロガーのありだけの何か質問あるを、これをですね、ちょっとポッドキャストのところで限定コーナーとしてできればいいかなっていうふうに思っていますので、何か皆さんですね、Q&A ちょっとやりたいので、一番最後のね、この回の、冒頭、もう一番ラストで、この Q&A コーナーをやりたいなっていうふうに思っていますので、皆さん何かですね、質問がある方はですね、何でもいいですよ。僕のことでもいいし、なんかこう悩み相談でもいいんで、なんか悩んでたら僕が力になれるかは分かんないんですけど、こういうことがあってちょっと今悩んでいるんですけど、どうしたらいいっすかねみたいな、本当に参考にはならないかもしれないんですけど、一生懸命僕の中でも 100% フルマックス絞った回答を出していきたいなというふうに思っていますので、何かですね、皆さん Q&A ありましたら、僕の Twitter か Facebook まで連絡よろしくお願いします。お待ちしております。では今週も最後までニュースジャンキーの皆さん、ニッチーズの皆さん、今一瞬忘れちゃいましたけどごめんなさい、最後まで TJM4.0 のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。ではまた来週ポッドキャストでお会いしましょう。以上、アリケータによる TJM4.0 ポッドキャストでした。じゃあまた。